こんばんは、山根さん。メッセージがちょっと遅れましてすみません。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。山根さんね、今年も頑張っていこうということだったんですけども、このね、新年の挨拶にこんなことやってみたいみたいなのがあるとなんかね、伝わりやすいかなと思いますよね。まあ、ちなみに私はですね、チャンネル登録者1000人を達成する収益化 YouTuber を今年はね、もう100人ぐらい作っていきたいなと思うんですよ。とりあえずですよ、とりあえずその100人のうちの1人が山根さんになるんじゃないかなと思いますから、ぜひね、同じ1年の目標だと嬉しいなと思います。そしてもう一つは FX ですね。私はもう今 FX をね、ある程度マスターして、まあ、負けはないなっていうところまで来ましたんで、今度はですね、もうそれに続けではないですけども、1人でも多くの方がね、 FX で、まあ、大勝ちはないにしても、やればマイナスは、まあ、とりあえずなくなったよと。1週間とか1ヶ月平均で、まあ、マイナスになることはないから、徐々にプラスになっていくよっていう風なね、そういう風な FX の底固めをね、できる人を、これもね、100人ぐらい作っていきたいなと思うんですよ。その一人がやっぱり山根さんだといいなと思っております。これが私の今年のね、目標の一つでございますけども、山根さんとね、私の目標が一致してると、なかなかいい結果が出るんではないかなと思います。それではですね、改めまして今年もよろしくお願いします。ありがとうございました。